バイダーチャンネル、皆さんこんにちは、スパイダーの森部です。今日もですね、引き続きこのグローバルマーケティングの基本、私は去年日本実業出版から出した本ですが、この本について解説をしていきたいと思います。日頃よりスパイダーチャンネルをご覧いただき誠にありがとうございます。森部和樹の新刊、この一冊で全てがわかるグローバルマーケティングの基本が出版されました。ぜひお近くの書店、アマゾンでお求めください。番組概要欄のリンクも合わせてご覧ください。今後とも森部和樹とスパイダーチャンネルをよろしくお願いいたします。はい、今日はね、112ページの 2-13、現地適合化ではなく世界標準化を目指すということでお話をしていきます。はい、まあ、現地適合化、世界標準化ということで、まあ、この現地適合化って結構そのアジア新興国市場をやっているような人たちは聞いたことがあると思います。現地適合化っていうのは、そのいかに、現地 の、 その生活や文化、所得や、まあ、消臭感、さまざまなその現地のものにですね、こう自分たちの戦略であったり、その商品をこう適合させていくっていうことなんですよね。まあ、ローカライゼーションとかローカライズとかっていうふうに言い換えられたりもすると思いますけど、まあ、現地に適合させていかないといけない。日本のいいをそのまま持っていってもなかなかそれは受け入れないですよと、若干現地に適合化させていくっていうことが、まあ、大変重要ですと。で、世界標準化っていうのはどういうものかっていうと、世界どこに行っても同じものを売っていくっていうことですよね。例えばコカ・コーラなんか分かりやすいと思うんですけど、世界どこに行っても同じ味のコカ・コーラを売っていると、まあ微妙に実はその炭酸の量とか味がこう違うんですけども、まあ世界どこ行ってもまあ同じというのが、まあマックとかもそうですよね。世界的、世界標準化と。で、これ、まあ、どっちがいいのということなんですけども、そのどちらかというと日本企業はその、まあ、どっちがいいのというのか、その両方必要なんですよね。世界標準化もしないといけないし、現地という方法もしないといけないんだけど、日本の多く の、 その企業はですね、B2C 企業、消費財メーカーはどちらかというとその現地適合化にこう神経がいってしまって、なかなかその世界標準化の観点で市場を見て、その上で現地適合化を実行するみたいなところが抜けてるような企業が、まあ、少なくないと。でこの両方がなぜ必要なの、重要なのかということを今日はちょっと説明をしていきたいと思います。ちょっとスライドをお願いします。はい、このスライドの通りなんですが、まあ、現地適合化と世界標準化っていうことはですね、まあ、ちょっとそれぞれ説明していくと、商品もブランドも価格もチャンネルもプロモーションもオペレーションも全てが各国でバラバラに実施されていることなんですよね。根幹も枝も全てが国前にバラバラ、極論言うとですね。で、これって、まあ、非常に非効率なんですよね。効率が悪い、ブランド力浸透しにくいですよね。だってアメリカでは何だろう、 A っていうブランドで売ってて、アジアでは B っていうブランドで売ってて、ヨーロッパでは C っていうブランドで売ってるわけですから、まあめちゃめちゃ効率悪い、ブランド力が浸透しないですよね。で、ノウハウもたまりにくいですよね。オペレーションも管理しにくいと。で、各国でまあバラバラになってるっていうのが、まあ、あると。で、結構これってその日本でどれぐらい前かな、20年ぐらい前にそのリージョナルヘッドクォーターっていうその構想が非常にこう流行った時期があってですね、まあ、いわゆる大手の、戦略系ファームがこぞってその日本の大手企業のリージョナルヘッドクォーターの、組織改革に向けて動いたっていう時期があったんですけど、結構まあ蓋開けてみると、まあ、香港にあったりシンガポールにあったりするわけなんですけど、シンガポールのリージョナルヘッドクォーター、リージョナルヘッドクォーターと言いつつも、全然このそのリージョン、アセアンリージョンのヘッドクォーターですから、そこを統括管理していかないといけないのになかなかこう管理できてなくて、結局その現地と日本の板挟み状態というか、あんまりその発言権も予算決裁権も実行能力もまあないというような状態に陥ってしまってるっていう企業を、まあ、私多く見てきているので、
なかなか浸透しなかったんですけどもね、まあ、うまくいってなくて、でどうしてもその、現地主導で、まあ、本社とかリージョナルヘッドクォーターには戦略がないので現地主導で考えろと、なんだけども予算は本社の決済仰げみたいなんですね、そういう意味不明な状況が結構多々見られるという状況であると。で一方でじゃあ世界標準化ってどういうものかというと、この図の通り、まあ、商品もブランドも価格もチャンネルもプロモーションもオペレーションも全てが世界共通で標準化されていると。で根幹部分は変わらず枝葉だけが現地適合化されるんですよね。でこれってめちゃめちゃ効率いいですよね。世界標準化っていう、もうまず土台がビシッとあって、その上で、じゃあ現地で枝葉のところ適合化してくださいねと、それからのこれってノウハウもたまりやすいわけですよ。もう世界標準化の部分とこの部分は現地で移行していきましょうみたいな。でオペレーションこれも管理しやすいですよね。で欧米の先進的なグローバル企業っていうのはもうみんなこの世界標準化、まあグローバルとローカルがしっかりミックスされてて、どこまでが世界標準であって勝手に現地で変えちゃいけない部分で、勝手に現地で変えなさいっていう部分がもう明確に線引きされてるんで、これ非常に効率がいいんですよね。例えばそのマクドナルドなんてどの国に行ったって同じハンバーガー売ってるわけですよ。で、ハラル圏とかイスラム圏とかね、ビーフ食えないところではベジタリアンのハンバーガーがあったりとかっていう、その部分が現地的業化なんですよね。例えばそういう制限がない国であれば、どこ行ったってチーズバーガーとビッグマックが売ってあって、フレンチフライが売ってると。で、ケチャップのところに、ASEAN なんで、チリソース、チリケチャップをつけるとかね、ここは現地的評価なんですよね。なんだけども、ケチャップの味、ハンバーガーの味は世界標準化で決まってますよと。で、こうしなさい、スタバとかもそうですよね、分かりやすい飲食店とかね。なんですけど、P&G とかユニリーバーとか、ネスレとかもね、どこ行ったって同じですよね、世界標準化があって、その上で、じゃあどうやって売りますか、ちっちゃいサセットでネスカフェのコーヒー売りましょうみたいな、こんなの先進国じゃ売らないけど、その部分は伝統小売の存在があるんで売りやすいサセット売りをしますよって現地適合化してるわけですよね。イディスを小さくしたり、あと味を少し甘めに変えたりとかですね、ASEAN 暑いですから甘いものを飲むというのが非常にいいので甘くするという、これは まさに現地適合化でも、ブランド名とかそういうブランディングは絶対変えないと。ラックスなんかもそうですよね。髪の長い女優が出てきてラックスってやるわけですよね。あの CM どこ行ったと同じ CM 流れてるわけですよね。日本のシャンプーメーカーみたいに、あのシャンプーの CM って、ブランドとメーカーと CM がこう結びつかないと、バラバラなわけですよね。確かあの好きな女優が出てたやつはこの商品だったんだけど、それってどこの会社だっけみたいなですね、そういうのは結構多いと思うんですけど、ラックスの CM はもうどこ行ったって同じ CM なんで、基本的には認知されやすいし、ブランドが定着しやすいですよね。でコストもめちゃめちゃ安いわけですよね。各国ではなくてもう本社で CM 配ピッて作ってしまいますから、で多少現地で国によっては現地で業務化してね、日本では日本の女優使ったり、中国では中国の女優使ったりとかっていうのはありますけども、基本的にはまあ世界標準化してるということで、まあそのグローバルマーケティングの時代になってから、やっぱり世界をこうどうやって標準化していくか、今までみたいに世界と世界の距離が離れてなくて、それが近づいてきてるわけなので、世界標準化っていう概念はしっかり持たなきゃいけなくて、その上でどの部分を現地適合させていいのか、どこまでを認めるのか、どこまでを任せるのかっていうことをやっぱりやっていかないといけない。今までみたいに戦略は本社ないから現地で考えてくださいと、気合と根性でやりますよと、で予算は本社の決済をちゃんと取ってくださいねっていう、こういうやり方で現地適合化だけを中心にやっていくとですね、なかなかやっぱり行き詰まるというのが、まあ、現状じゃないかなというふうに思います。なのでぜひですね、この世界標準化という土台の上で現地適合化を実行していってもらえればなというふうに思います。はい、今日はこれぐらいにしてまた次回お会いいたしましょう。